おはようございます。 NPO 法人札幌カラス研究会の中村です。映像だとちょっと曇ってるんですけど、そんなに曇ってない、そんなに曇ってないってあれですよね。ちょっと晴れてるんですよね。で、昨日みたいにあんなポカポカベタベタの雪が降るとかって感じではないですが、まあ気温は高めですよね。ちょっと除雪が進んでくれて、自転車もそんなに埋まることなく乗れるのでいいかなと思います。で、今こう電線に止まってるブト君、これいつもの許してくれないブト君、ちょっと前まではね目の前の木に来たんですけど、人が通ってちょっとこっちに移動して、今それも私のこと見てます、見てくれてます。ブト君忘れないでいてくれるってのは考えようによっては嬉しいですよね。ね、ねブト君ね、だいぶ寒くもないんだけど、もうなんかね気配は春って天気予報では言ってるんですけど、まだまだ札幌というか北海道はこれからもっと寒くなるかなっていうね気がします。でもね、北国のブト君、カラスたち、ボソさんもみんなとっても元気ですね。そんなわけでブト君またね